買うときに在庫あるかがわからない。買いすぎ困る。しっかり管理。57577の31文字でデジタルに関する単価を読むデジタル教室単価部です。シャンプーや石鹸、トイレットペーパーなど日常的に使用する消耗品は安売りの時にまとめて購入してる人は多いですよね。消耗品をストックしておくことで安心感はありますが、過剰にストックしてしまうと収納しておくスペースを確保するのに困ります。だからこそ内メモで在庫管理しておくんです。いくら安売りしてるからといっても過剰なストックは必要ありません。買い物を必要最低限にして出費を減らすためにも消耗品の在庫管理はしっかりとしておきましょう。今回の単価は画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。またデジタル教室ではアプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室単価部でした。